数の先生になりやすいから必要だと。私はね、本当は立憲民主主義体制ね、民主的な正当性と、それから立憲主義的な人権保障、これがちゃんと根付けばね、実はいらない。朝鮮廃止をしてね、でそれから朝鮮半島っていうのはやっぱりアイデンティティにある意味喪失して今に至ってる面は私はあると思うんですよ。だから強制じゃないってことは自民党政府も言ってた。ところが